バドミントンドリームマッチスマッシュスピード対決。野球の160キロを超えるピッチングよりも、テニスの200キロを超えるサーブよりも速い、世界最速の球技バドミントン。スマッシュの初速は300キロを超えることも。日本代表の本気のスマッシュを子どもたちに体感してもらうため、こちらの2チームに分かれスマッシュスピードで対決。チーム奥原はこの4人、そしてチーム桃田がこの4人。ルールは簡単。コート中央のカメラに向かって交互にスマッシュ、合計スピードの速いチームが勝利です。さあ、それでは先行はチーム奥原です。1人目は溝尾さんです。お願いいたします。よし、頼んだ、気楽に行こう。全国大会優勝の経験があり、13歳以下の日本代表に選ばれたこともある溝尾花さん。150キロを出せるように。150キロ行くね。憧れている奥原選手のトスを受けて、さあどうだ。さあ今球速が計測されています。さあどのぐらい出たか。一番最初が基準になるからな。うお、出ました。なんと273キロ。素晴らしい球速を記録していきました。すごい。自分であんまり早く行かなかったなと思ったんですけど、273キロ出せてよかったです。さあ続いてチーム桃田です。トップバッターは田上寛太選手です。こちらも全国大会優勝の経験があり、13歳以下の日本代表に選ばれたこともある田上寛太くん。まあ、250キロ出せるように頑張ります。250キロは出したい。世界王者桃田賢斗のトスを受けます。どうだ。チーム桃田、田上選手の球速はどのぐらいか。さあどのぐらい出たか。430ぐらい。さあ出ました。266キロです。いい勝負。いやいや、すごい、いい勝負、いい勝負、いい勝負。目標の250キロ以上出せたのが良かったです。頼んだ。チーム奥原の沖本雄大くんは290キロ。290キロ。チーム桃田の石岡沙羅さんは277キロと好記録を連発。続いては日本代表のムードメーカー渡辺裕太選手。世界最高峰の舞台全英オープンで混合ダブルス、男子ダブルスの2種目で優勝。日本で唯一、東京オリンピックで2冠の期待がかかります。400キロ出したいですね。400キロ。あ、今のは完璧だ。今、うん、完璧。しかもめちゃくちゃ真ん中に当たってる、うん、アクリル板のど真ん中、カメラのど真ん中に突き刺さりました。かっけえ、このカメラ。出ました。334キロです。すごい。素晴らしい記録が出ました。対するは日本代表山口茜選手。2018年日本女子シングルス初の世界ランク1位、男子顔負けのダイナミックなプレーが持ち味の東京オリンピックメダル候補です。ジュニアの選手よりは速いやつ打ちたいなと思います。控えめですね、はい、山口茜、どのぐらいの球速を記録するのか。どうだ。300いってるっしょ。これ出ました。271キロです。まあまあ、でもでも、キャプテン対決を前に83キロ差でチーム奥原がリード。先行の奥原のぞみ選手、どこまで差を広げられるのか。83キロの差をキャプテン同士がどうなるのかという形になってきます。さあ、いよいよキャプテン登場です。ゆうたくんがいい数字出してくれましたし、はい、チームはみんなもいい数字出してくれたんで、私は思いっきり自分の力を、はい、出し切りたいなと思います。よし、よし。おー、早
強い。さあこれは良かったんじゃないか。陣内さんも思わずいいなっていうね。いいですね、いいですね。さあどのぐらいの球速になるのか。現在チーム奥原がリードをしています。出ました250キロです。よかったと思ったけどね。250キロ、あれどうでした奥原さん、250キロということでしたけれども、の現実を受け止めます。試合では300キロを超えるスマッシュを打つ奥原選手と山口選手、しかしこの日は本領を発揮できず。チーム桃田どうだ。うこの後桃田が逆転をかけたスマッシュパワースマッシュスピード対決。チーム奥原は合計1147キロでフィニッシュ。チーム桃田はキャプテンを残し合計814キロとその差は333キロ。いよいよ最後の挑戦、チーム桃田逆転勝利となるか。さあ続いてチーム桃田キャプテン桃田選手の登場です。334キロを出せば逆転ということですけど、どうでしょう。多分普通に打てばいくと思うんで、はい、変なとこ当てないようにだけして、はい、さあお願いします。チーム桃田最後にキャプテン桃田健人どうだ。うわ最後にキャプテン桃田健人どうだ。うわ早い、すごい、これは明らかに早かった。パワーあーナイスパワー。いやー陣内さん早かったですね。早かったですね。これ来たでしょマジで。これもう一回ですか。もう一回、もう一回すいません、もう一回。なんと桃田選手渾身のスマッシュが測定できずということで、もう一回チャレンジ。334キロを超えればチーム桃田の勝利となります。それではお願いいたします。さあどうだ。さあどうだ。めっちゃしっかりだったもんな。さあしっかりは当たりました。334キロを超えればチーム桃田の勝利。頼む。さあ出ました377キロ。出ました377キロ。出ました377キロ。この対決はチーム桃田の勝利です。いやー桃田選手やりました。これは桃田選手嬉しいんじゃないですか。これめちゃくちゃ嬉しいですね。ゆうたに勝ったのが一番嬉しいです。試合でもこんなスピードめったに出ないんで、はい、ちょっと筋トレの成果出たかなと思います。ありがとうございます。